どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は大阪のね、今大阪エアポートっていうねモノレールの駅にいまして、今回ですね伊丹空港から羽田にね帰るわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイルのマイレージプラスでね発券という感じで行きます。でですね、直行便が取れなくてですね、でですね路線が伊丹空港から鹿児島で、鹿児島から羽田という感じで、まあ、2つね乗り継ぎで羽田の方に帰るっていった感じになります。で2つね飛行機乗るわけなんですけども、1000マイルでね利用することが可能です。ということで今回ね実際にユナイテッド航空のねマイルで取った ANA のね国内線で帰りたいというふうに思います。今ね11時40分で、かなりね早いんですよね。飛行機が3時ということで早く着いてしまいました、まあ、ちょっとね連休の今日最終日なんですけども、まあ、最終日ということで、まあ、空港も混んでるかなということで早めに来たっていった感じになります。それではね、チェックインの方ねしていきたいというふうに思います。それではですね到着しました。今日ね連休の最終日ということでめちゃくちゃ混んでると思ってね予想して早く来たんですけど、全然混んでないですね全然混んでないびっくりするぐらい混んでないですね。ひとまずですねチェックインねしていきたいというふうに思います。ではねこちらから行ってみたいと思います。それではですね、チェックイン済んで保安検査場も済みました。今回もですね、スイートラウンジ、行きたいというふうに思います。ANA プレミアムチェックインカウンターがね、ちょっと見つからなかったですね、なかなかちょっとね、あっちからこっちからって歩きましたね。はい、ということで今回もね、スイートラウンジ行きたいと思います。こちらですね、まあ、保安検査場からね、そのまま直接行けるわけなんですけど、ちょっとね、まあ、一回ね、出てきました。ということで、スイートラウンジ行きたいと思います。それですね、ANA スイートラウンジ出ました。思ったよりね空いてましたね。一時ちょっとね混んだんですけども、またすぐね落ち着いたっていった感じですね。食事の内容もね羽田空港のねスイートラウンジともちょっと違った感じがしてとても良かったですね。それですね搭乗時間になりましたのでゲートの方に向かいたいと思います。ではねゲートの方を着きました。今回13番ゲート15時発の鹿児島駅ですね。 ANA547 便ですね。ということなんでここら辺でねしばらく待っていたいと思います。後ろにね飛行機が映ってますかね、ちょっとうまく映ってるかわかんないですけども止まっておりますね。それではね、搭乗を開始いたします。グループ1ということで、すぐね、入れるのではないでしょうか。それではね、鹿児島、行ってみたいと思います。ご利用いただきありがとうございます。
今日この日の機長は渡辺、チーフパンサーは山中でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。皆様に安心してお過ごしいただくため、お客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離や大きな声での会話を控えていただくなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。またお子様連れのお客様にご案内いたします。肘掛け、テーブル、シートベルトの金具、化粧室の扉などでお子様の手や指を挟まないようにご注意ください。客室乗務員がお手伝いしますので、どうぞお知らせください。後ほど非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。また緊急時、酸素マスクを降りてきた際はご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接つけてください。皆様まもなく離陸いたします。シートベルトをどうぞもう一度お確かめください。小さなお子様をお膝の上でしっかりお抱きください。鹿児島空港到着時刻は午後4時20分の予定です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様と適度な距離を空けてお降りいただきます。お降りの際には前方1番から15番のお客様、後方16番から31番のお客様と2つのグループに分けてお降りいただきます。ベルト着用サインが消えても16番以降にお座りのお客様は、改めて客室乗務員がご案内するまで座席上の手荷物は取り出さず、席にお座りのままお待ちください。飛行機は間もなく停止いたします。先ほどお伝えした通り、まずはじめに1番から15番のお客様をご案内いたします。ソーシャルディスタンスを保つため、座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。また機内で入れましたゴミは前方の客室乗務員が回収しております。恐れ入りますが、前方までお持ちくださいますようご協力をお願いいたします。それではね、鹿児島空港到着しました。結局ね、少し遅れてしまったんで、もうそのままね、次の便がね、もう迫ってるということですので、行きたいと思います。それでは羽田に帰ります。これですね。はい。6番ゲート、そのまま行っていきたいと思います。連チャンフライトになりました。ありがとうございます。お待たせいたしました。お乗りありがとうございます。くださいませ。それでは行きます。鹿児島空港滞在5分ぐらいでしたねまあまあ羽田に帰れればね OK ですね。行きたいと思います。
たしました。10列目から19列目のお客様、ありがとうございます。ではね、羽田空港到着いたしました。もうちょっとね時間あると思ってたんで ANA ラウンジぐらいねちょっと見れるかなと思ってたんですけど、全然無理でしたね、うん、またね今回の鹿児島から羽田の座席はね、微妙な席でね、窓際なんだけど窓はほとんど見えないみたいなね、まあ、そんな座席だったんですよね。それではね手荷物取っていきたいと思います。それではですね、羽田空港到着いたしました。今回ですね乗り継ぎ時間もすごい短い便しか取れなかったので、またね、改めてね乗り継ぎ時間がね長い便とかね乗ってみたいなというふうに思いました。今回ね2両線乗りましたけども、両方ともでね6000マイルでユナイテッド航空のマイレージプラスでね発見することができたので、まあ、飛行機がね好きな方、もしくはね乗り継ぎがねもっと長ければ、楽しめるフライトというふうになりますんで、もしね利用されてみたい方はですね、ぜひねユナイテッド航空のマイル貯めてみてはいかがでしょうか。またねユナイテッド航空のね発券方法等々だったりはねまた別にね動画出そうかなと思っておりますので、そちらね楽しみにしておいていただけたらなというふうに思います。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。でですね、一回動画は閉じたわけなんですけども、クレジットカードラウンジってありますよね。クレジットカードラウンジに関しては国内線、まあ国際線もそうなんですけども、到着時にもねクレジットカードラウンジって利用することができるんですよね。もしこういう感じで帰ってきた時にちょっとゆっくりして帰りたいななんて時にはですね、クレジットカードラウンジねちょっと寄っていただいてゆっくりねしてから帰るっていうことも可能ですので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。ということなんで今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。